ガバナンスを信じ投資している人はいつか爆益を上げるでしょう。しかしこのチャンネルはそんなことを目的としていません。直接視聴者の皆さんからお金をいただくことではありません。もしこの動画が役に立っていつか爆益を上げた時はその 15% 税引き後で構いませんので、メイド5編の女の子に使ってください。事情でいけない方は預けていただければ私が代わりにシャンパンと式を入れてきます。久しぶりにうちの可愛い妹ちゃんの口座を公開します。2022年5月22日ですね。そう、一回撮ったんですけど、なんかね、また音が入ってなかったんですよね。つらいね。で、口座管理見ていきます。口座管理だと、まあ、評価額ですね。まあ、結構まあまあ、マイナスですよ。保有資産評価で19万286円。投資信託が、まあ、10万7683円、購入してますね。買い付け力はあと7万5603円あります。トータルリターンを見ると、まあ、なかなかね、マイナス2万9314円。マイナスですね。まあ、今年から始めたんで、トータルで言うと、まあ、マイナス3万円くらい損してますね。だから22万ぐらい入ってたのかな。しょうがないね。で、買い付けのね、投資、今ね、これちょっと1日1000円にね、また変更したんですけど、i フリーレバレッジナスダック100を1日1000円購入に変更しました。今日の朝撮った時にはちょっと、まあ、いろいろ買ってたんですけど、ちょっとね、忘れてたんですよね、変更するの。なので、まあ1日1000円ずつ、あの i フリーレバ、まあ、レバね、レバナスをね、購入するっていう設定にまた変更し、戻しました。それから、ポートフォリオですね。ポートフォリオはね、いろいろ持ってるんですけど、まあ、軒並みマイナスですね。だから、まあ、こういう感じですよ。ナスダック100、3倍ブルが、まあね、だいぶ足を引っ張って、と言いながらも、まあ、5000円くらい、まあマイナスなのか。そうなんですよね。まあ、レバナスもね、マイナス 20% いかんね。まあマイナスですよ。まあ以上です。あんまりね、見てもつまんないかもしれないですね、これね。以上です。運転してたのはこの人ではない。衝突事故の後、知り合いに身代わり頼んだ中国人の男を逮捕でありますね。まあ、中国人が事故った後に別の中国人連れてきて、この人がやりましたっていう事件なんですけど、覚えてますよ、松坂投手の事件はね。俺はね、忘れない。だろうからの親切心、実はスタッフの手も増やす、ありがた迷惑。別にね、スタッフのねために畳んでるわけじゃなくて、朝起きてさ、布団がさ、畳まずにそのままリアーンってなってるのがチェックアウトまで邪魔だから畳んでるだけであって、別にスタッフのこと考えてるわけじゃないですよ。みんな部屋が広ければ、そら布団そのままでもいいし、そうじゃなければ、まあ、畳んで、邪魔だから畳んどくっていうだけの話だと思うんですけどね。鬼越トマホーク坂井亮太が電撃告白、ゴッドタンでアイドルグループのリーダーと付き合い。この人、あのアイドルグループのスタッフなんかね、お手伝いとかしてて、そこのリーダー辞めた後にお付き合いしてるみたいです。で、その女の子自体は、まあ、結構ね、ネットで検索したら可愛くて、高円寺のスナックでママをやってるみたいなので、ぜひね、行ってみたいなっていうふうに思います。可愛いもんね。うち高校生とのみだらの恋をスマホです動画撮影、高校生を逮捕。
まあ、なんで捕まったのかっていうのもあるんですけど、16歳の男の子が16歳の女の子との行為をスマホで録画して、でそれで逮捕されたみたいです。16歳でもね、捕まるんだねっていうのをちょっとびっくりしました。今日の晩ご飯はカツオのたたきとスンドゥブと、もち麦ご飯と、チンゲンサイのやつです。いただきます。